皆さんこんにちは、レッドです。今回ですね、毎週やらせていただいております週刊漫画売り上げトップ30紹介していきたいと思います。というわけで、今回紹介しました期間、今年の12月12日から12月18日まで週刊トップ30ということで、いつもより30回自分の紹介していきたいと思います。前回もね、週刊漫画売り上げの動画です。普段僕自身が見てるマーケンの動画です。こちら概要欄にリンク貼っておきますんで、気になった時にそれも合わせていただきます。大変嬉しいですというところですけど、今回に関してはですね、注目のブルーロック最新刊ね、売り上げ出てたり、あとチガヤブルね、最終巻、チガヤブル2に完結しましたけどね、その売り上げ出てたりというところね、また、引き続きアニメ効果でチェンソーマンの売り上げ爆伸びして毎回ランキング入りまくってますが、今回どうなのかとか、注目ポイントも多いところですかね。ぜひね、最初から最後までお楽しみいただけたら、またですね、今回のアニメに対する感想ですとか、ありますのでぜひコメントいただけますと嬉しいですというのね。はい、早速ですね、30から紹介していきたいと思います。ではまず第30です。30位、チェンソーマン9巻という、早速来ましたね。チェンソーマンというこれ、21,737 部売れまして、累計で 101,4376 部というこれね、ついにこの9巻も売り上げ100万部超えてきたぞという感じになってます。まあね、もう来週ぐらいにはもうほぼほぼ全巻100万部超えていくんじゃないかなっていう感じですね。はい。で、29位です。29位、チェンソーマン7巻という、これ、あ、すみません、画像忘れてる、これ、21,867 部という、こうね、累計で105,5869部、売れております。で、28位です。28位、チェンソーマン10巻という、こうね、こちら21,929部売れまして、累計で994,871部という、こうね、10巻もあと、ま、5000部ちょっとでね、100万部到達という感じになってますね。はい。で、27位です。27位、続きます。チェンソーマン6巻という、こうね、こちら21,990部売れまして、累計で186,924部となってます。で、26位です。26位、まだまだ続きます。チェンソーマン5巻という、こうね、こちら22,139部と売れまして、累計128,111部となってます。で、25位です。25位、チェーンソーじゃないの来ました。スパイファミリー10巻、スパイファミリーの最新巻が22,524部売れまして、累計で146,1563部で、これ早くもね、やっぱスパイエグいね、これね。最新巻でもう150万部近く売れてるというところでね、エグい売れになってます。で、24位です。24位、カッコーの言い名付け15巻という、これね、こちら初動23,327部って、で、今回はマガジンは、3日間の初動かなっていう感じですけれども、落ちてはないか、いや、ちょっと落ちたのかっていう感じですかね。かっこちょっと見てみるか。まあ、アニメ化でね、アニメで逆に熱量がなくなってしまったとあまりないタイプのね、作品でしたけどね。はい、かっこね、12巻の初動が 65,625 部。おお、え？ 13 巻は 36,884 部。57,648 部。落ちてます。え、めっちゃ落ちたくない？なんかめっちゃ落ちたくないですか？え？もともと初動毎回5万部ぐらいあったのが、いきなり2万7000部？じゃあ2万3000部？え？みんなアニメから読むのやめちゃったんだな。そんなことある？まあ、アニメ効果でまあこの辺売れてた。まあまあ、多分そうね、アニメやってたから多分売れてたってなるんですよ。多分通常より。いやー、まあでもね、まあ、原作でも最近また盛り上がってきたというかね、僕は楽しく読めるようになってきましたけれどもね。なんかあの時期が悪かったわ。原作がなんかひどくなるというか、何なんやみたいになる時期とアニメの終わりとね。いや、ちょっとびっくりするぐらい俺落ちてますね。はい。で、やつ23位です。23位。同居人は膝、時々頭の上、9巻という子ね。こちら23,725部というぐらい、猫ちゃんなのかな、これね。初動23,725部となってます。で、やつ22です。22位。魔界の主役は我々だ、12巻という子ね。こちら23,879部売れまして、累計で76,686部となってます。で、やつ21です。21位。
恵みの大悟究極のオレンジということで、これはアニメ化発表されましたよねというところでね、楽しみに待ちたいと思いますが、24,045 部署で売れております。ではここトップ20入ってます。ではまず第20です。20位、稲妻とロマンス4巻というこれ、こちらちょうど 24,271 部でまして第20位となってます。では次19です。19位、チェンソーマン12巻というこれ、こちら 25,851 部でまして累計で 658,770 部という最新巻ここに入ってきましたというところでね、今回はね、まあ、これも早くも最新巻来てしまったというところで、前巻ランクインはならなかったというところなんですけどね、まあ、基本的に全部 21,000 部ぐらい売れてて、まあ、38位ぐらいまで全部ランクが入ってるっていう感じで、まあ、週のレベルによってもね変わってくるんでね、まあ、ちょっと今週は平均レベルが高かったのかなという感じで、まあ入りませんでしたがね、まあ、19位最新巻もランクインとなっています。若干さすがに売り上げ落ちたかな。もともと一番いい時に2万8000部ぐらい売れてたような感じがしたんでね、はい、まあとはいえ、まあ、まだまだ、週間毎週2万部ずつぐらい各巻売れてるというところで爆売れですね。では18です。18位、東京リベンジャーズ、30巻というこれ、こちら 27,155 部売れました。累計で 684,253 部で東リベンいよいよ2期始まりますが、どんだけ盛り上がるのかと、独占配信の影響どこまであるのかというこれね、楽しみでございます。はい、では次18です。17位、すいません、彼女をお借りします、29巻という子はね、その27,370部という子はね、彼女にもっと初動1台のイメージあるっすけどね、まあ今回ねマガジンが全体的に3日間しかないから、まあちょっと初動出づらいっていうのは正直あるんですけど、でもそれにしてもちょっと厳しいよね。56,000部、26巻が56,000部、27巻が、あ、でも 29,880 部とかあるわ。でも若干落ちてんの。多分これが27巻の時は多分3日間の初動だったと思うんですけど、28巻が 29,000 部という、まあまあまあ、まあ、唯一そんな変わんないけどね、ちょっと落ちてきてるかなっていう感じ。まあ多分1週間で5万部ぐらい売れるかなっていう感じかなと思いますね。カッコのいいなつけのあのびっくりのこっちに比べたら、まあ全然いいんじゃないかな。カッコってこれ全部1週間とかないと思うんだよね。多分13巻とかさ、3日間ぐらいだと思うんですよね。で、2万2000部とか1万4000部だからさ、カッコだって初動2万、だ3万6000部から2万2000部ってことどんだけ落ちてるのやばくない、マジで 30% ぐらい落ちてるんですよね。っていう、まあまあそういうのもありましたけどね。まあまあ、これは多分アニメの時期とかもあると思うけど。まあまあ別にね、そんなこと言ってもね、まあまあまあいいとして。カノカリが17位と、なってます。まあここはそんなに変わってないけどね。まあ、もうちょい売れてもいいかもしれないけど、もう29巻まで来たらね、もう買わんわって人もいそうだよね、さすがにね。はい。で、16位です。まあ累計1000は突破してますね。16位。かわいいだけじゃない、式守さん。16巻という、これね。こちら 27,481 部というところね、書道が出ております。あ、書道じゃないよ、これ。2週目だった。式守さんは2週目でしたね。27,481 部入れて、累計で 52,538 部となってます。では、続いて15です。15位。シャングリラフロンティア11巻、クソゲーハンター、神ゲーにイドマントスという子をね、こちら初動 29,029 部という子をね、シャンフロはなんか思ったよりも初動が上がってこないなっていう印象はあって、まあ、アニメ化もされるんですけどもね、なんかシャンフロもまあ結構ナローンの最終兵器みたいな感じでもともと聞いてて、でまあ、僕もマガジンでね、まあ、正直さハマりきれてるわけじゃないんだけれども、まあ、読んでる。まあ、非常に、画力高いんですよね、原作。てか、まあ、コミカライズっていうのかな。がっていうのもあるんですけれどもね、思ったより跳ねてきてない印象はありますけどもね、15位アニメ界どこまで跳ねるのかって感じですけどね、なってます。で、やつ14位です。14位、夜更かしの歌14巻という子ね、初動 29,231 部で14位となってます。夜更かしもね、もっと売れていい感じもするけどね、まあ、この辺は難しいかもしれない。で、やつ13位です。13位、失格門の最強賢者、世界最強の賢者がさらに強くなるために転生しました。21巻という子ね。こちら、初動3519部という失格門ね、コミカルの順位入れてますね。というところです。では、次12です。12位。転生貴族の異世界冒険録9巻という、これもコミカルズかな、35926部初動で売れております。では、次11です。11位。参りました、イルマくん30巻という子ね、こちら 36,512 部売れまして、累計で 22,2546 部となっ
ってます。はい、ではこれトップ10やっていきます。では第10位です。第10位、煙と蜜第4週という号ね、こちら 39,212 部初動で売れております。では次第9位です。第9位、ダイヤのエースアクト232巻というこれ、ね、こちら初動 44,391 部という、ね、ダイヤのエースもなかなかびっくりの終わり方ですけどね。はい、まあアクト2のようなさすがにちょっと売り上げも落ちてきてますけどね。まあ初動そうはいえ、まあ、5万部近く売れているとなってます。では次第8位です。第8位、聖女の魔力は万能です。8巻ですね。こちら初動 46,557 部というこれ、まあコミカライズですね。というところで、聖女の魔力は万能です。アニメ人気決まったんだったか、なんか、あれどうだったっけ、なんか、結構ね、ワンチャン来るぐらいのラインだったっていう記憶ですけど、アニメは。アニメ決まってますね。決まってますね。というところでね。結構女性向けだろうみたいな感じだったかなっていうところで、割となんか少女漫画っぽいところもあったんですけれどもね。まあまあ、僕も見たいと思います。はい。第8位になってます。では、第7位です。第7位。女の園の星3巻という号ね。こちら 49,790 部でまして、累計で 152,241 部という号ね。もうアニメ化待ったなしっていうぐらいめちゃくちゃ売れてますね。これもね。第7位となってます。では、第6位です。第6位。アルスラン戦記18巻というのは、こちらも非常に人気ですね。53,031 部売れました。累計で 106,788 部と、早くもね、10万部売り上げ超えてきましたとなってます。では、ここはトップ5入ってきます。では、まず第5位です。第5位。ブルーロック22巻。これね、ブルーロック最新巻来ましたと、初動78,295 部というところでね。いや、僕なんか個人的にはブルーロックが思ったよりも初動伸びてないなっていう印象はあったんですけど、まあ、とはいえまあ20巻の時がね、発売から3日間の売り上げで比較したんですけど、45,450 部だったんで、まあ、3万部、まあ、だからまあ、1.5 倍以上、まあ、倍近くに、倍は言い過ぎか、まあ、1.5 倍以上になってるっていうところでね。うん、まあまあ、そういう面では、まあ、売り上げが確実に伸びてきてるのかなっていう感じ。ちなみに21巻の時は、ね、1週間あったんで、初動がね。で、この時10万部超えてたんですけど、まあなんか大体1週間で10万部ぐらい売れてるってブルーロックのイメージはあって、まあそこをまあキープしつつ、まあちょっと上がってもいるのかなっていう感じですけれどもね。まあ正直これバーンって10万部、15万部ぐらい行ってほしい感じは、まあしてたんで、まあまあ、あれなんですけど、まあ、とはいえね、めちゃくちゃ今売り上げ伸びてきてるっていうのがあって、そう、この前ね、ブルーロックのどうしようやってた時だったかな、なんかめちゃくちゃオリコン総トップ30も入ってきそうっすよ、みたいな話聞いてて、見てみたら、ブルーロックの今21巻が44位、45位に6巻、7巻47位、1巻48位、5巻50位ってことで、トップ50にめっちゃバーンって入ってきてるの、今。うん、で、この前、先週が1万1000部ぐらいだったんですけど、今1万7000部ぐらい各館売れてて、もう爆売れ状態みたいな。で、売り上げ伸びてんですよね、ここの後半に来て。うん、っていうところで、ワールドカップも効果もあったかもしれないですけど、そのトップ30にもね、バーンってまた入ってくる可能性あるし、で、累計部数がね、やばいことになってんですよ。アニメ放送時多分1100万部ぐらいだったんですけど、今1600万部ぐらい来てて、もう意味わかんない速度で、10万もしてるし、もう売り上げも伸びてる。12月は多分月間売り上げ100万部超えたろうっていう話はね、この前もさせていただいたかなと思うんですけど、まあ、最終回はね、初動も確実に伸びてはいるので、この勢いでガンガンね、人気盛り上がっていってほしいなっていうのを思ってますがね。第5位という形になってます。では次、第4位です。第4位。ちはやふる50巻という子はね、ちはやふるの最終巻、ついに完結しましたよね。こちら、初動 87,538 部という、さすがの売り上げでございます。いやね、連戦お疲れ様でした。はい。では、ここトップ3入っていきます。では、まず第3位です。第3位。転生したらスライムだった件22巻、転すらコミカライズですね。103,742 部売れました。累計で356,299 部。さすがね、売り上げございます。もうえげつないよね。やっぱラノベのコミカライズかなり売れててね、結構上位に入ってきてますけど、転すらやっぱ桁がおかしいね、一つだけね。はい。では、第2位です。第2位。ザ・ファースト・スラムダンク・リソースというところでね、こちら初動13,640部というところで、さすがですね、こちらね、劇場版アニメ、ザ・ファースト・スラムダンクの驚異の完成度を実現させたベースと言える要素を一冊に集約されたというね、本みたいな、これコミックなのかっていう感じなんですけど、コミック
ミックなのかっていう感じですけど、映画の制作過程で井上武彦先生が映像を想像するために書き起こした絵とドラマを演出するために書き起こした文字を豊富に収録解析、約1万5000字に及ぶ井上先生ロングイン、もうものすごい内容だということね、書いてありますかね、あのアマゾンの説明文にもね。はい、というところで第2位ということで、さすがだね。まあ、間違いなく映画効果なわけですけどもね。まあ、映画の興行収入も100億はいかないのかな、70億、50億はいったのか、まあまあそんな感じで70億くらいいくのかみたいな感じの話は聞いてますけどもね。こちらは第2位となってます。はい、映画の感想とかは、上げてますね。僕の意見はまたそれは見てください。はい、そして第1位発表していきます。第1位こちらです。第1位呪術廻戦21巻14万2604部売れまして、累計で100万部超えました。105万2352部第1位でございます、というところでね。呪術廻戦はね、ここのとこ2週間ぐらい、まあ、話題に上げてて、初動が落ちた死滅回遊がどうだっていう話をしてたわけですけど、まあ、ようやく100万部超えてきたというところで、まあ、一つ言えるのは、あの、いろいろと意見があるとはいえ、めちゃくちゃ売れてるというのは間違いないです。あの、まあ、売れ落ちてきてはいるんですけど、めちゃくちゃ売れてました。うん、というところでね。僕はやっぱアニメ2期ね、ついに放送時期が決まって、来年の4月からというところで、ね、もうめちゃくちゃ楽しみです。ここがもう、ここもめちゃくちゃ楽しみに待ちたいなというふうに思ってます。まあ、あそこは本当原作もめちゃくちゃおもろいしね、アニメで多分とんでもないクオリティ描いてくれると思う。これマジで期待していいと思う。はい、ということで呪術廻戦が3週連続1位でございます。おめでとうございます。さすがでございますね。はい、という感じで今回の週刊漫画売上ランキング期間の方が12月12日から18日前の、1週間のトップ30の紹介は以上となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。またね、毎週、こちら、週刊漫画売上やってまして、まだ月刊漫画売上とかね、年刊漫画売上まだ、もうすぐで上げようかなと思ってますね。また漫画系の動画、漫画系についてあれですね、今年マジで面白かった漫画ランキングこれ上げますんでね、ぜひご覧いただけたら、これを機にチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ということで、締めたいと思います。見られた方ね、あのランキングに対する感想とかもあったらね、またこの作品の売り上げはどうだとかね、この作品一押しだと実はとかね、あったらぜひコメントいただけますと嬉しいです。ということで、締めたいと思います。いつも一緒に長めだったかなと思いますがね、ここまでご視聴いただいて本当にありがとうございました。